菊池良は日本のライター、詩人。本人による肩書きは表現者。東洋大学文学部日本文学文化学科卒業。2003年9月に高校中退後、大学入学資格検定を取得し、6年ほど引きこもり生活を送る。2009年3月、2代目、水島博を勝手に襲名。2010年4月、22歳で、 東洋大学文学部日本文学文化学科に進学。2013年2月、就職活動のために自身が開設したホームページ、世界一即戦力な男、菊池亮から新卒採用担当の君江がインターネット上で評判となる。2014年3月、東洋大学を卒業し、ウェブ制作会社のリグに就職。2016年からは、 ヤフージャパンに転職した。就職までの天末は、世界一即戦力な男引きこもり、日も手青年が音速で有料企業から内定をゲットした話として、ホレスト出版より出版されている。また、彼をモデルとして、ウェブドラマ、世界一即戦力な男が、富士テレビより制作された。もし、村上春樹が床屋に行ったら文体模写の記載、 菊池亮の頭の中を除く、世界一即戦力な男、菊池亮が株式会社リグに入社することになりました。東京のウェブ制作会社リグ、2020年4月11日、閲覧、元、引きこもりが逆就活サイトで就職、そして、ヤフーに転職するまで、ありがとうございます。